ポリスストーリーのエピソードでのドン・マレーとマイケル・アンダーソン・ジュニアポリスストーリーは1973年9月25日から1987年5月3日まで NBC で放送されたアメリカのアンソロジー形式の犯罪ドラマのテレビシリーズであるこの番組は作家で元警察官のジョゼフ・ウォンボーによって作られザ・コンプリート・ディレクトリー・オブ・プライム・タイム・ネットワーク ケーブル TV ショーズではテレビで見られるより現実的な警察シリーズの一つと表現されていた。番組の制作はデビッド・ガーバーとメル・スープが担当した。この番組はアンソロジーだったが、どのエピソードにも共通している点があった。例えば、各エピソードの主人公は明らかに常に警察官だった。設定は常にロサンゼルスであり、キャラクターは常に LAPD の警察署で働いていた。アンソロジー形式にもかかわらず、何人かの常連のキャラクターがいた。最初の3シーズンの間に、スコット・ブレーディは引退して、警察官へのケータリングバーを開いていた元警官、ビニーとして16のエピソードに登場し、キャラクターやプロットにコメントし、シリーズの実行中に、ギリシャ劇の合唱団のようなものとして機能していた。 その他に複数回出演したのは、トニー・ロビアンコとドン・メレディスで、それぞれ強盗殺人家のパートナーである、トニー・カラブレイゼとバート・ジェームソンとして5回出演しており、そのうち4回は同じエピソードに出演している。ビッグ・モローは、パイロット版のスローボーイと第1シーズンの2部構成のエピソードカウントダウンで、監視の専門家、ジョーラ・フリーダを演じた。風紀から、 殺人家の刑事になったチャーリーゾンカは2つのエピソードでジェームズ・ファレンティノが演じ、ジョン・ベネット・ペリーはパイロット版を含めて最初の2シーズンでチックトーピー巡査を5回演じた。チャック・コナーズとジャッキー・クーパーは法律の両面で異なるキャラクターとして様々なエピソードで出演した。アンソロジー形式を採用したことで、 従来の警察ドラマに比べて、より多様な警察の活動や経験を描くことができた。それに加えて、重大犯罪を捜査する刑事や、犯罪発生率の高い地域のパトロール警官に、加えて、省はアカデミーを介して、それを作るためにしようとする、新たに雇われた、士官候補生、男性優位の職業に適合しようとしている、女性警官、 事故を調査する交通警官、結婚生活の混乱やアルコール依存症に対処する警察官、一つの指紋から容疑者を抽出しようとする指紋官停止、大都市警察の指揮官のストレスに対処する交換、勤務中の負傷による永久的な身体障害に適応する警官、家族を養うのに十分なお金を稼ぐために二つの異なる仕事を両立させようとする警官などを描いた。 アンソロジー形式は、シリーズ化のためのキャラクターや設定を試すこともでき、放送期間中に3つのスピンオフ作品を生み出した。アンジー・ディキンソンが主演した第1シーズンのエピソード、ザ・ギャンブルは、1974年から1978年まで放送され成功を収めた、ジョケージ・ペパーのパイロット版となった。ロイド・ブリッジズが主演した第2シーズンのエピソードザ・リターン・オブ。 ジョー・フォレスターは、フルシーズン続く、週刊シリーズ、警官フォレスター、ジョー・フォレスターへと発展した。最後に、デビット・キャシディ主演の、第5シーズンの特別エピソード A チャンス2ライブが、シリーズ、先行掲示団として、スピンオフした。このシリーズは成功せず、10話で打ち切られた。後のシーズンでは、おそらく週単位で、アンソロジー形式を維持するための費用のために、 ポリスストーリーは不定期に予定されたテレビ映画のシリーズとなった。ポリスストーリーは NBC のヒルストリートブルース、ローオーダー、ABC の NYPD ブルー、NBC のホミサイドー、殺人捜査家、FX のザシルドルール無用の警察バッジなどの先駆者だった。俳優、ミュージシャン、スポーツ選手、ラジオのパーソナリティ、元実在の警官など、 1960から70年代におなじみの人物が多数出演している。二つのエピソードがアメリカのミステリー作家からテレビシリーズの最優秀エピソードに送られるエドガー賞を受賞したサイ・サルコイッツが書いたレクイエム・フォー・アン・インフォーマーとロバート・エル・コリンズが書いたレクイエム・フォー・シー・ゼット・スミスである。1976年、この番組はプライムタイム・エミー賞の優秀。 ドラマシリーズ賞を受賞し、1974年、1975年、1977年にも、同賞にノミネートされた番組の一つだった。シャウト・ファクトリーは、ポリスストーリーの最初の3シーズンを DVD でリージョン1でリリースした。1988年10月29日から12月3日まで、ABC は脚本家のストライキで延期された。 ABC ミステリームービーの代わりにオリジナルの脚本を使って4本のポリスストーリーを放送した。主演はケン・オリン、ロバート・コンラット、リンゼー・ワグナー、ジャック・ウォーデンだった。日本では1978年2月18日から1979年3月31日まで日本テレビで放送された。放送時間は土曜23時45分翌0時40分だが、 1978年のナイターシーズン中にプロ野球ナイター中継が編成された時は土曜20時の全日本プロレス中継をこの枠に繰り下げて録画放送するため本作は休止された。しかし1979年4月の改編で全日本プロレス中継が土曜17時30分18時25分に移動したため海外ドラマを休止して プロレス中継を繰り下げ放送は、これが最後となった。ありがとうございます。